これはスメラギ寮の地下。ユイト、よかった繋がった。急にロストしたから心配したぜ。みんな無事で安心したわ。どうやら脱出できたみたいね。カレンのいる場所は近いかもしれないわ。あれはカレン？いえ、ヤクモと言うべきなのかしら。本当にここにいたんだな。コールドスリープから目覚めてたのか。待って、何かの装置が動いてる。ヤクモ、どういうことだ。カレンが二人？なぜお前がここにいる。この状況は何だ。聞きたいのはこちらだ。俺が2000年前の時代へ飛び込もうとしたところで弾き出された。なんだと。なぜ時間跳躍が失敗したのか説明しろ。荒はばきの制御層で手を貸したはずだ。しかし貴様か。何を言ってるんだ。さっさと全ての情報をよこせ。今吸い込まれちゃったよね。どうやら私の懸念は杞憂じゃなかったようだね。同一人物が出会うとどうなるか、これが答えか。何が何だかよくわからないが、結局カレンは過去に飛べず今ここにいるということなのか。この記憶は。なるほどな。やはり奴の超能力が必要なのか。さてお前たち、なぜここにいる。こんなところに何の用だ。カレン、あなたに協力してもらいたいことがある。クナドゲートを消滅させるために力を貸してほしい。さっきの話は聞いたわ。あなたが2000年前の時代に接触した時にもつれが発生してしまったのよ。それが残っている限りクナドゲートは消えないの。だからもつれを解くために一緒に。そろそろと。貴様なら強行手段に出るだろうと思ったよ。兄さんの超能力でもレッドストリングスを維持するのは難しかったんだね。だからサイコピーを。抵抗は時間の無駄だ。俺がレッドストリングスを手に入れるのは必然。カレン、前から疑問だったのだけど、あなた一体どこでレッドストリングスの知識を。荒はばきからだ。荒はばきの中の俺自身の記憶というべきか。さっき俺と一つになったがな。
荒はばきの中、コールドスリープしたヤクも荒はばきとつながっていたってことなのか。生きた人間を荒はばきに組み込むなんて。何を驚く。荒はばきに一体いくつの脳が生体回路としてつながれていると思っている。聞きたくなかったよ。荒はばきもベイブと同じ脳を組み込んだ生体コンピュータだったとはね。荒はばき制御層で俺たちの脳が強制侵入されたこと、それに先ほどまでのあのおかしな空間、全てはヤクモになり変わったお前の仕業なのか。そのようだな。あれは眠っていた俺が荒はばきを利用し展開していたブレインフィールドだ。ここを秘匿するためのな。ここで荒はばきとつながって2000年間あらゆる情報を手に入れてこっそり生き続けてきたってわけか。彼、時間跳躍をしたい気持ちはわかるけど、それじゃまたもつれが生まれてしまうんだ。だからなんだ、俺はどんな手を使ってでももう一度飛ぶ。兄さん。そう、協力するつもりはないのね。話を聞いてくれ。ニューヒムカのこと、月のこと、問題は山積みだけど、世界が終わってしまったら何も解決できない。滅びの未来じゃない、新しい未来を作らなきゃいけない。こんな歴史を紡いだ世界に価値はない。俺は過去を変える。次こそは必ず変えてみせる。アリスさんを助けたいという思いは理解するわ。でも理解などいらん。お前たちには力ずくでも俺の役に立ってもらう。邪魔はさせん。これまでの経験を思い出せば役に立つはずです。多くの視線をくぐったおかげで今があるんですから。ルカ頼む。復帰させてやろう。ゲンマ頼む、貸してくれ。敵の動き、よく見て。はっ、たっ、せいっ、なーっ、なーっ、こいつで。はっ、せいっ、えっ、それすべて。はっ、立て直そう。サスティアテが欲しい。待ってくれ。やる気呼ぶな、こり。せっ、消えろ。さあ、耐えられるか。ああ、いや、ああ、こいつで身を守る。何して。とにかく頼む嵐。避けられるか。おっと、俺の超能力の出番だぜ、ユイト。悪夢を見せてやる。まだやれるよな。コツを教えましょうか。そうしてやる。これはどうだ。消える。寝ていろ。無意味なことを。怪我はない。固定調べだ。貸してくれ。ちゃんと見守っている。重ね頼め。来い。こいつで。どうだ。
力を貸そう。協力してくれ。やけどしないでね。力を貸してくれ。行け。そら、は、今だ。おとなしくしていろ。焦るわよ。やっ、これで。まだ終わりはしない。少しもやって、やってみや。やったな。もうなめ。覚悟しろ。頼む嵐、よろしく強化。こいつで身を守る。こいつどう油断したか。俺の愚かさを食いろ。俺の力を貸して。意味なことを貸してくれ。受け取って。私の力使う。今だ。来い。よし、ゲームは頼む。お願いユイト。借りるよ、つぐみ。どうぞユイト、立て直そう。こっちで。よし、やるしか。カレン頼む。もつれを解かなきゃいけないんだ。俺は認めん。しー、一人でどれだけ多くの超能力を使ってきても、私たちはさすでそれに対抗するまでよ。そんな簡単に思い通りにはさせない。ちゃんと話をさせてくれ、カレン。黙れ。どこまでも鬱陶しいな、貴様らは。これは兄さん。何が起きてるんだ。そうか、2000年。いや、幾千の記憶と望みが。全ては踏み台に過ぎない。貴様らも、世界も、そして、何なの？なんて力ないの。こんなことをして彼
俺自身も無事で済むはずないわ。そんな覚悟は毒にしているでしょう。いえ、覚悟というより兄さんは目的のためなら自分自身すら駒だと考えているのかもしれません。本気か。今ならカレンを叩ける。やるぞユイト、まだいけるわよね。手当てが欲しいね。もちろんだ。ここが正念場だろ。そうよ、相手は何体いようがまとめて潰す。ああ、俺たちみんなの力でな。こいつで行け。カサレ頼む。彼の様子がおかしいわ。一旦退避した方が良さそうです。来い。あの結晶、うまく破壊できれば現実に使えそうだね。油断したか。やっ、はっ、今行くぞ。それ
ちゃんこだ。帰りをつぐみ、これはどうだ。ゲームは頼む。ここにいる俺は一人でも、繋いできたみんなの思いは一緒にある。俺は一人じゃない。一人のお前には負けない。ユイトは私が守るからね。僕がいないとダメらしいな。無駄だ。枯れるぞ死ね。ノルマだ。花火死ね。よかった無事だったんだな。ユイト大丈夫だって信じてたよ。おいぼさっとするな。僕が来たからには形勢逆転だ。ガンガン行くよ。死ね。ノルマめ、みんな大丈夫か。ヒーロー参上ってな。私がユイトの目になる。見抜いたか。うらっ見つからねえようにな。協力してくれ。二人ともありがとう。助かった。こんなとこでやられるユイト君じゃないでしょうよ。やるじゃねえの。一丁やりますから。切るのはやめたの。結果みんな勝ち。絶対負けない。かけれるのはやめたのか。立て直そう。生き返った気分だぜ。しろい。バカめ。やるじゃねえの。いや僕が。それは。邪魔だ。
ノロマメ、力不足を認めたか。死ね。まだやれるよな。兄さんは僕が止めます。お前の盾になるぞ。兄さん、ちょっと出遅れたかな。ユイト、反撃するわよ。それ死ね。使わせてもらう。ちゃんと決めてくれよ。ルカさん、みんな大丈夫だったか。でも信じてないよ。ほっとしたよ。お待たせしました。ユイトも無事で安心しましたよ。まったく、あの手この手で面倒事を仕掛けてくるね、カレンのやつは。借りるよ、つぐみ。よろしく、強化。もっとだ。俺たちが来たからには、もう好きにはさせんぞ。そうだろう、ユイト。お願い、ユイト。私たちの力を合わせれば、きっと大丈夫よ。まあ、頼りにしてるよ。みんながいれば、俺はもっと強くなれる。バカな。やれやれ、上昇志向はないんだがね。世界を認めない。認めてたまるか。ユイト、間に合ったみたいね。カサネ、ありがとう。カサネ、また助けられちゃったな。そうね、私あなたのピンチに縁があるみたい、昔からね。本当にな。ユイト、やろう。俺は止まらん。次こそは必ず。俺たちの力だけじゃない。これまでに結んできたたくさんのつながり、その全部の力で。カレン！し、なぜだ。ここで俺が負ければ全てが。それとも俺のただ一つの望みは否定されるのか。もう限界でしょ。諦めなさい。これ以上戦う意味はないだろう。まだだ、まだ俺は。カレン、
吹雪。カレン、もうやめてくれ。君が一人でそんなに苦しんでいたなんて。僕は黙れ。でももういい。もう十分だよ。僕は、僕もアリスも君がそんな風に苦しむところを見たくない。黙れ。この世界で生きていかなきゃいけないんだ。アリスのいない世界で。君の気持ちは分かってる。だけど受け入れよう。ここで生きていこう。俺たちに協力してくれ。もう一度言うわ。クロノスターミナルへ行って、私たちと一緒にもつれをほどいてほしい。大切な人にもう会えない辛さは俺にもわかるよ。だから納得してくれなんて言うつもりはないけど、だけど俺はこの世界の未来を閉ざしたくない。絶対に譲るわけにはいかないんだ。過去を改変しても望む結果が得られなかったから、これまで何度も繰り返してきたんでしょう。もう終わりにしたらどう。あなたのことを大切に思っている人のためにも。カレン、未来を、この世界の明日を一緒に作ってほしい。そうか、ここが果てというわけか。ならばそれも一つの選択か。協力してくれるんだな。お前たちの希望は叶えてやる。彼だが、クナドゲートをただ消滅させるだけでいいのか。吹雪、お前なら可能性に気づいているだろう。それはカイとスメラギが実行しようとしていた断絶の帯をクナドゲートに吸い込ませる計画か。なるほど。クナドゲート消滅のついでに厄介者も道連れにしようというわけか。だけど兄貴の計画は実現不可能だぞ。俺の超能力で断絶の帯を動かすなんてことは。私とユイトの重力操作能力ね。確かに二人でやってもそこまでの力はとても。荒はばきを利用すればいい。確かに荒はばきが生体コンピューターなら、脳をサスでつないで超能力の底上げが可能かもしれない。可能だ。荒はばきはあらゆるシミュレーションを数百年かけて試し続けてきた。アリスを怪異にした断絶の帯を
君も消滅させたいと考えていたんだね。しかし荒はばきで増幅される大出力にユイトたちの脳が耐えきれるのか、危険すぎるぞ。やってみせるよ。少しでも可能性があるならやるしかない。理論的には可能なんでしょう。だったら試すべきね。ならすぐ準備にかかろう。荒はばきを使うにもいろいろと手を回す必要があるからね。カレンの身柄は僕が預かろう。私たちはクナドゲートのところへ行きましょう。これって俺の先祖はカレンだったってことになるのか。ユイト、今行くよ。念のために言っておくわ。必要だからコピーさせたけど、もしおかしな真似をしたら。心配するな、クナドゲートは消してやる。荒はばきの準備はできている。カレンの準備も大丈夫だね。荒はばきとの連結もオペレーションするけど、今回は俺たちもサスをつないで協力するからな。頑張ろうね、カサネ、ユイト。僕たちもサスで二人をサポートします。必ず成功させましょう。みんなにも大きな負担がかかると思うけど、力を貸してくれ。俺は必ずうまくいくって信じてる。私たちならできるわ。これまでも何度も力を合わせてここまで来たんだから。荒はばきへの接続準備整いました。それじゃあ始めるぞ。荒はばき、サス接続開始します。これが荒はばきの。くそ、なんて力だ。意識は飛び、そう、断絶の帯まだ動きません。なんとかするんだ、この力を制御。お前たちは断絶の帯に集中しろ。荒はばきの制御は俺がやる。2000年繋がっていた俺なら可能だ。わかった、頼む。信じるわよ、カレン。この世界を救いたいというのならば証明してみせろ。急速にクナドゲートに吸収されていきます。すごい。
鉄の帯がどんどん消えてく。うまくいった。ありがとう、カレー。断絶の帯はもう大丈夫そうね。ならこのままクロノスターミナルへ行くわよ。ああ、レッドストリングスに集中して。やはり俺には諦めることはできない。過去へ飛び、アリスが助かる道を探す。ダメだ。待ちなさい。お前たちの希望は叶えてやると言っただろう。俺はもうヤクモになるつもりはない。もつれは確実に消失する。兄さん、やっぱり。それはつまり君が命を。これが最後の跳躍だ。勝手なことを。カレン！兄さん。何が起きたんだ。見て、クナドゲートが。綺麗だ。私たち、やったのかしら。クナドゲートが消えたということは、兄さんは。ルカは。さっきの赤い糸の洪水はレッドストリングスだよな。ってことは、カレンが過去へ飛んだことで世界に何か変化が起きた可能性が。クナドゲートが消えた以外にも。あ、ついぼーっと見とれちまったが、そういうことならすぐ調べる。やるぞ、ハルカ。遅いわよ、お兄ちゃん。もう始めてるわ。守れたんだよな。滅びの未来から救っただけじゃないわ。断絶の帯まで消滅させたのよ。私たちとカレンが。うん、新しい未来を救ったんだな。
君にも見せたかったよ。
今調べられる範囲だとこのくらいね。もっと詳しく調査してみるべきではあるが、私たちが知る歴史とおおむね一致はしているようだ。だけどこれ、吹雪連隊長、断絶の帯が消滅したと各所から報告が上がっています。それにクナドゲートが急に消失して、一体何があったんですか？詳しい報告は追って行う。まずはニューヒムカセ。吹雪、あなたも来てたの？アリス。何？そんなに驚いて。ほら、花火も一緒だったのね。アリス、君は、いや、まず確認したいことがある。カレンのことだけど。カレン？カレンって誰？この前から相談していた件について、準備ができたから明日にでもクナド高速へ行こうと思っている。もしよければみんなも来てくれると嬉しい。しているだろう。いや、遠慮しておく。僕はそういうものに頼らない主義だ。じゃあ一緒に行かないし、熱中しちゃったよ。楽しそうですね。その時出たら教えてくれよ。何から準備すればいいでしょう。じゃあ俺も一緒に行くぜ。ユイト、ごめん遅くなったか。で、まだ吹雪連隊長は来てないんだな。ま、全員揃うまでのんびり待ってようぜ。今日は花見でもしたくなる天気だしな。吹雪連隊長、遅いわね。こちらから連絡を入れた方がいいかしら。ところで、みんなとは話さなくていいの？ええ、そうするといいわ。私は吹雪連隊長に連絡してみるから。ここの桜は変わらず美しいな。歴史が変わっても瀬戸も凪も彼らの死がなかったことにはならなかった。奇跡を願わなかったといえば嘘になるが、現実から目を背けるなということなのだろう。ところでユイト、体調の方はどうだ？ああ、今のところ問題ないよ。超能力もなんとか使えてるし。でも心配してくれてありがとう。ゲンマっていつも周りのことを気遣ってくれるよな。そういうところすごいと思うよ。お前は最初からそうだったな。人のいい面を見ようとする、まっすぐな生き方をしている。え？なんだよ急に、恥ずかしいってそう言うな。道を誤った俺を受け入れてくれて、共に進む道も示してくれた。お前には感謝している。俺の方こそ感謝してるよ。いつも助けてもらってばっかりだったし、それに俺は俺で玄馬やみんなに道を示してもらったと思ってる。だから
一緒に進むべき道を見つけられたってことなんじゃないかな。そっか、そういうお前がまとめた隊だったから、ユイとタイは居心地が良かったのだろうな。例えるなら家族だろうか。俺の家族はもういないが、ユイとタイで感じる安心感や温かさはまさに家族だった。家族か。じゃあ玄馬は一番上の兄貴って感じか。おいユイト、忘れたのか。俺はスメラギ議長とほぼ同世代の人間なんだぞ。でも肉体はまだ若いじゃないか。それにもう老け込むのはやめたんだろ。そうだったな。俺はまだまだ人生を謳歌しなければならないんだった。しなければならないなんて追い込むなよ。もっと気楽に考えないと。玄馬は真面目だな。あ、そうだ、また例の餃子の店に行こうよ。俺アプリ会員になったんだ。ユイトもか。実は俺もあの店のアプリ会員になったんだ。よし、また新メニューに挑戦しに行くとするか。我々だけが歴史の変化を認識しているのは、どうやらユイトと重ね、君たちに関連がありそうだ。あの世界改変の時、君たちレッドストリングス能力者とサスでつながった状態だったことで、我々もまた世界を観測する側になったといったところだろう。ま、全ては推測だがね。何にしてもとてつもない力だよ、時間跳躍能力というのは。どうせなら広報担当なんて歴史も変えてくれてよかったんだが。あー、だるい。嵐、最近大変そうだもんな。ぐでる暇もないくらい取材続きなんだろ。分かってるなら君が代わってくれたまえ。まったく、今度こそ広報なんぞやめてやるぞ。けどさ、そうやって文句言いながらでも海抜群に残って仕事を続けてるのは吹雪連隊長が心配だからだろ。やれやれ、君は兄弟に妙な思い入れでもあるのかね。私はそんなに弟思いじゃないと何度言えばわかるんだ。思い入れって。ま、でも俺も弟だからな。夢を見たいのかも。うまくいってないのかい、カイト元本部長と。家族とか兄弟の絆って憎くても簡単に切れない代わりに、断絶したと思っても途切れてないみたいなとこあるだろ。だからまあうまくいったりいかなかったり。なるほど、なかなかに善と多難だな。そっちはこっちほどややこしくないだろ。だから吹雪連隊長のことを支えてあげてくれよ。アリスさんが生きている歴史になって、カレンの存在がなかったことにされて、ルカもだけど吹雪連隊長もかなりきついと思うんだ。やれやれ、上の子に振り回されて苦労した弟同士、気持ちがわかるとでも言いたいのかね。まあそんなところかな。もっとも俺が口を出さなくても嵐と吹雪連隊長には特別な絆があるんだろうけど。君は夢見がちだな。そんなものはないよ。それに吹雪だって子供じゃない。あいつがこの歴史とどう折り合いをつけていくのかはあいつが決めることだ。実の姉とはいえ私の出る幕じゃないさ。そうか、うん、そうだな。余計なお世話だったかも。君は変わらないな。まったく、呆れるほどのお人よしだ。人の心配をしている場合じゃないだろうに。そうかな。だがそれが君の強みでもあるんだろう。
気苦労は絶えないだろうがね。まあ安心したまえ。吹雪のこととは関係なく、海抜群をやめる気はないよ今のところは。適度にサボるコツさえ分かっていれば、安定した職業にはメリットも多いからね。分かった、吹雪連隊長のために残るってことだな。安心したよ、さすが嵐だな。なるほど、人の話を聞かないという作戦できたか。君は存外政治家の素質があるのかもしれないな。吹雪連隊、ところで、ええ、アリスさんが生きる世界、兄さんの望み通りになりましたが、それは結果論に過ぎません。兄さんのやったことはやはり間違っていると僕は思います。ですが、あの最後の時、兄さんの思いに一瞬触れたような気がします。同意はできませんが、今はこの世界を受け入れようと、そう思っています。ユイト、脳の精密検査の方はちゃんと受けましたか？ああ、俺の超能力は後天的に与えられたものだから、消失する可能性が極めて高いって言われたよ。そうでしたか。ルカがそんな辛そうな顔するなって言っただろ。俺は気にしないし、なるようになるさ。あなたは本当に強いですね。僕も負けないように改めて気合を入れ直さないと。せっかく一緒に山登りまでしてもらったのに、ユイトの前で暗い顔をしていてはいけませんよね。ルカ、無理に元気なふりしなくていいんだぞ。彼のことは。ありがとうございます。でもここはやっぱり無理をしたいんですよ。兄さんがいないことに戸惑うこともありますが、今の世界がどうであれ、僕には兄さんがいたんです。この世界が兄さんの望んだ世界なら、僕はその行く末を見守って、そして自分も関わっていきたい。そのためには強くありたいと思うんです。兄さんに負けないぐらいにね。うん、今の歴史を作ったのはカレンだとしても、この先の未来を作っていくのは俺たちだもんな。ユイトは海抜群を退役するつもりですか？さすがルカは鋭いな。もう申請は出したんだ。いろいろ片付いたら一般人に戻るよ。超能力がなくなれば海抜群にはいられないしさ。仮にあなたの超能力が失われなかったとしても、あなたは退役の道を選んだと思いますよ。海抜群とは違うやり方でこの国を守るために。そうかな。そうかもな。人を助けるためにはいろいろな方法があるんだって俺分かった気がするから。そうですね。あなたはあなたにできる方法で、僕は僕にできるやり方で未来を作るしかありませんからね。僕は与えられたこの超能力を使って海抜群の責務を全うしようと思います。たとえ後天的に与えられたものだろうが、生かせるものは生かしていく。それぐらいには自分のいろいろなことを受け入れられるようになりましたよ。さすがセプテントリオン、頼もしいな。俺も負けずに頑張るよ。お互いやり方は違っても目指す未来はきっと同じだと思うからさ。そうだ、大きなことをなすなら退役後の筋力維持も重要ですよね。よければ僕がメニューを考えますよ。そこは変わらないんだ。やっぱりルカはすごいな。うん、お手柔らかに頼むよ。今の歴史ではセイランと共に反乱を起こしたのは
カレンではない別の海抜軍隊員ということのようだ。僕も顔くらいは知っているベテラン兵だが、正直カレンと同等の存在だとはとても思えない。だが歴史はほとんど同じ道をたどっている。人間の理解を超えたことが起きたとしか言えないな。それにしてもお前、ずいぶん面倒なことになっているらしいな。カラスに張り付かれているんだろ。実家かな。兄貴が政府から切られたから、マスコミも手のひら返しで、あることないこと言いたい放題だよ。俺も断絶の帯を傑作戦に参加してたってことでしつこく取材が来るけど、試練も同じだろ。それはそうだが、お前にはスメラギ家という派手な看板がついているわけだからな。世論もマスコミも分かりやすいものに飛びつきやすい。本質を見ようともしない愚か者が多すぎる。あ、もしかして俺のことを心配してくれてるのか。都合よく解釈するな。別にそういう意味じゃない。任務に支障が出るようだと迷惑だから確認しただけだ。わかったわかった、大丈夫だよ。カラスに四六時中追い回されてるわけじゃないし、そのうち収まるだろう。あ、でもそれよりも俺が退役する方が早いかもな。そうか。退役したらお前は無力で非力な一般人だ。僕がのし上がる様を指をくわえて見ているがいい。相変わらずだな。もうちょっと言い方があるだろう。ま、でも実際カイとは戦えなくなるけど、前みたいに街の外に雷雲を見に行ったりとかも簡単にはできなくなるんだよな。残念だけどさ。断絶の帯が消えてニューヒムカの気候に少し変動があったらしい。ん？また近場で雷が見られることがあるかもな。その時は僕が連れて行ってやらないこともない。ありがたく思え。なんでそういちいち上からなんだよ。けどまた一緒に見に行けたらいいな。ユイタ、スメラギ議長、あなたのお父様のことはこの新しい歴史でも変化がなかったのね。渡月の犯した罪も変わらない。私も加担した一人として償いをしていくつもりよ。渡月の解体にも協力していければと思っているわ。あなたはどうするの？退役するという話を聞いたけれど、その先のことは大丈夫？え、耳が早いな。あら、当たり前でしょ。私一応強化隊を率いていたのよ。上の話はいろいろと耳に入ってくるわ。そうか、そうだよな。とりあえずはいろいろ勉強したいなって思ってる。それにスメラギの家の不祥事もいろいろ片付けないといけないからさ。そう。だったら私もユイトに協力できるかもしれないわね。どういうことだ？私も落ち着いたら退役する予定なの。渡月がやってきたことを証言するのに、私が海抜軍に席を置いたままでは迷惑になってしまうでしょ。そうか、渡月のことを明らかにしようと思ったらそうなるのか。海抜軍を離れれば私を縛るものはなくなるわ。スメラギ議長がニューヒムカを守るために尽力してきたことも伝えられると思うの。でもどうしてだ。渡月のことに責任を感じているんだとしても、親父のことは。若菜さんが幸せそうだったからじゃダメかしら。お袋が？それって京香がお袋を監視していた時のことか。
ええ、確かにスメラギ議長は人道に反することをしていた。国の方針であってもそれは許されざることでしょう。でもそれがスメラギ議長の全てではないわ。トゲツの邪魔になるようなことをした。トゲツからニューヒムカを守ろうとしたから暗殺された。私はそう確信しているの。議長の功罪はどちらも明らかにするべきよ。トゲツの資料にはそれが記されているはずだわ。そんな風に言ってくれる人がいると思わなかったから嬉しいよ。正直言うと俺ちょっとへこんでたんだ。スメラギの家が私欲でニューヒムカを操っていたみたいな言われ方もされるからさ。確かに親父も兄貴もひどいことをしたけど、それだけじゃないはずよ。すべて明らかにしていきましょう。私がユイトを助けるわ。ありがとう。それが不都合な真実だったとしても俺は目をそらさないよ。俺たちが知ってる歴史って俺たちの頭の中にしかないだろう。記憶が風化しないうちに形に残そうと思ってるんだ。俺たちが生きた歴史を架空歴史小説として残すんだよ。世間的にはフィクションってことにしてさ。ユイトも協力してくれよ。もちろんユイトが何かするときは俺が全力でサポートするぜ。今まで通りにな。ユイトが海抜群をやめてもそれは変わらない。俺二人だけの秘密だからな。アリスおば様すごく優しい人だよ。いまだにどう接したらいいのか戸惑う時があるけど。あ、そうそう、お父さんとお母さんから伝言。ユイトにぜひ家にご飯食べに来なさいって。みんなで食べた方がご飯も美味しくなるし小さい頃みたいでちょっと懐かしいね。ねえユイト、退役の申請出したんだってね。花火知ってたのか。うん、決めたんだ。今のゴタゴタが落ち着いて海抜群がまた日常に戻れそうになったら退役するつもりだよ。そっか、本当に本当なんだ。じゃなくてきっとユイトのことだから。これからやりたいこといっぱいあるんでしょ。ユイトは新しい道で頑張る、私は海抜群で頑張る。つまりお互い頑張ろうってことだよね。すごいざっくりまとめたな。でもその通りだ。だって海抜群は花火に任せて大丈夫だろ。ユイトは、うん、もちろん任せなさいっていうには私は全然力不足だし越えなきゃいけない壁だらけだけど、でも諦めないって根性には自信あるから。知ってるよ。理想に近づくのは簡単じゃないけど、それでも花火ならきっとできるさ。ありがとうユイト。見ててね。私もユイトのこと見てるから。ああ、そういや俺に何か言いたいことがあるって言ってなかったっけ。ああ、それはね、今はまだ言えないの。でもいつかは伝えるから覚悟してね。私が目指す私に追いついたら。なんだよ覚悟って。よくわからないけど花火がいいって時まで待ってるよ。ベイブが停止した時に冷凍睡眠装置も機能停止したみたいでな。俺の昔の同僚たちは政府に身柄預かりになったらしい。まあベイブがなきゃ
あいつらも何もできやしねえさ。かくいう俺もかなりヤバい立場だけどな。ま、疑われて当然だからしゃねえわ。スメラギ議長のこともあるしな。今は処分保留のまま怪異討伐に駆り出されてるけど、そのうちお縄だろうな。そうか。そんな微妙な顔するなよ。ざまあ見ろと思っとけばいいんだ。罪は償ってほしいけど、ざまあ見ろとは思えないよ。カゲロウも仲間だ。悪いところもひっくるめて。その性格じゃ生きにくくないかね、少年。別に、これで16年ちゃんと生きてるからさ。そりゃそうか。ところで、ユイトはこの後どうするんだ？退役するよ。超能力がなくなったら海抜群ではいられないし、やりたいこともいろいろあるし。じゃあ俺が収監されたら面会にでも来てくれよ。嫌でなければつぐみちゃんの様子とか知りたいし。いいよ。下手したら兄貴も捕まるだろうから、一気に面会すれば手間も省ける。おーっと、俺はついでかよ。冗談だよ。それに吹雪連隊長が言ってた。カゲロウは今回の一件での功績と司法取引で刑が軽くなるって。だから捕まった時のことよりその後のことを考えた方がいいんじゃないか。その後ね。海抜群は状態だろうしな。月面調査プロジェクトが動くらしいから、そっちに協力する。いや、月に帰るのはまだちょっと辛いな。ここに残って渡月の尻拭いでもするか。地球に長くいた割にいろんなものを偽って生きてきたから、ここは一つ真面目に生きるのもいいかもな。だったら俺に政治のこととか教えてくれよ。なんで俺が？そういうの得意そうに見える？カゲロウって移民団の連合軍最高司令官だったんだろ。重ねからカゲロウの本名を聞いて調べたんだ。本当は政治も得意なんだよな。ああ、昔の人間は不利だよな。資料がいろいろ残ってっからさ。まあもう嘘まみれの生活もうんざりだし、ユイト君の家庭教師ってのも悪くはないかもな。私ね、月面調査プロジェクトに志願しようかなって思ってるの。月の人たちの生きた場所を見てみたい。そうしたら少しは渡月がしようとしていたことが理解できるかもしれないから。月からじゃテレパシーは届かないかもしれないわ。お兄ちゃん寂しくて泣いちゃうかしら、なんてね。超能力がなくてもサスなんかなくても、お兄ちゃんもユイともみんなつながってるわ。超能力ならぬ超心力でね。青い空って綺麗。日の光も前より暖かく感じるような気がする。断絶の帯がなくなったこと、きっと植物たちも喜んでると思う。アジトの鉢植えもたまには外に出してあげなきゃ。カゲロウも手伝ってくれてる。あのユイトもアジトの鉢植え手入れしてくれたよね。ああ、うん。たまに顔出して水やったり栄養剤あげたりしてる。まずかったかな？ううん、いろいろ大変なのにあの子たちのことちゃんと世話してくれて嬉しい。真剣に向き合えってつぐみ先生から言われてたからさ。スパティフィラムのつぼみも随分大きくなってきたよ。よかった。ああ、
アジトの環境でも咲いてくれそうで本当に良かったよ。そうじゃない、私が良かった。ユイタの隊に残って。え？ああ、前に吹雪連隊長が隊を再編成するって言ってた時のこと。そう、私あの時少し不安だったから。もちろんちゃんと考えて隊に残るって決めたんだけど、あの時の選択は海抜群とたもとを分かつことにもなるものだったから。私環境が変わるの苦手で。それでも一緒に来てくれたんだな、ありがとう。あの時俺心強かったよ。私こそありがとう。私もユイトに勇気をもらった。友達になってくれて。それから私は私のままでいいんだって教えてくれて。なんか照れくさいな。俺大したことしてないし。このままずっとユイト隊にいられたらいいのにって思う。でもきっとそうじゃないんだよね。うん、ごめん。超能力がなくなったら海抜群にはいられないし、それにいろいろやりたいこともできたから。うん、やりたいことをやるのは大事。少し残念だけど、でも離れても友達だよね。もちろん友達だし仲間だし先生と生徒だし。私にとってユイトは太陽。え？植物が成長するためには太陽が必要だから、海抜群を離れてもユイトが同じ空の下で頑張ってるから。きっと私も頑張れるし、もっと成長できるはず。じゃあ俺にとってのつぐみは土だな。大地、地球、いる場所は違ってもお互いの場所で花を咲かせような。うん、どっちが綺麗な花を咲かせるか競争。絶対負けないから。吹雪連隊長、遅いわね。こちらから連絡を入れた方がいいかしら。ところで、みんなとは話さなくていいの？ああ、大丈夫。すまないみんな、待たせてしまったようだね。こうして全員が集まるのは久しぶりね。みんな変わりないみたいで安心したわ。大した時間は経っていないだろう。むしろ忙しすぎてあっという間だったよ。ああ休みたい。嵐は特に連日マスコミに引っ張りだこだもんな。マジお疲れ。この辺りの会にも特に変化はないようだな。断絶の帯が消えて新たな会は降らなくなったが、地表の怪異が急に減るわけもないか。ああ、俺もまだまだ退役はできんようだ。そうだよ玄馬、私たちはこれからもみんなを守っていかなきゃだしね。怪異予報も地表の怪異の分布を観測するシステムに変えていくって話みたいよ。いろいろ少しずつ変わっていくのかな。さて、それじゃここへ集まった目的を果たそうか。
これでいいかな。みんな、今日はありがとう。彼のために。結局、カレンのことを覚えているのは私たちだけなのね。世界が変わって、だけど俺たちだけはその改変からは例外になっちゃったみたいだな。まさか自分の存在をなかったことにしちまうとはな。望み通りに世界を変えた代償なのかもしれません。兄さんは対象なんて思っていないだろうけど、僕を一人っ子にするなんて本当に兄さんは勝手だよ。僕たちが覚えている限り、カレンがなかったことにはならないよ。この世界に確かに彼がいたということを僕たちはちゃんと知っているんだから。はい。さて、じゃあぼちぼち帰りますか。どうせなら周辺の階をある程度討伐しながらキロに着くとしよう。はあ、相変わらず真面目だね。自分から進んで仕事を増やすとは。ユイト、超能力の方はどうなの？今のところ大きな変化はないかな。もう少し海抜群を続けて落ち着いたら退役するよ。その後は？やりたいことはいろいろあるんだ。俺みたいなベルペッパーでも生きやすい世界にしたい。世界を変えるなんて大げさかもしれないけどさ。それから親父たちがやってきたことにも向き合いたい。俺もやっぱりスメラキ家の人間だから。あとは重粒子のことも気になってる。重粒子？断絶の帯はもうなくなったでしょ？ああ、でももともと宇宙から来た物質なんだろ。大元が消えてないならまた飛んでくるかもしれないし、だから重粒子をもっと詳しく調べて怪異化を防いだり治す研究も続けていくべきだと思う。あなた、そんなことまで考えていたのね。じゃあ政府に関わっていくことになるのかしら？やっぱりそういうことになるのかな。でも俺政治家向きじゃないし。そうかしら。最近のあなたなら割と向いていると思うけど。本当かよ。向いてるかはわからないけど、俺大学に行こうとは思ってるよ。政治をちゃんと勉強したいんだ。親がそうだったからとかじゃなくて、ニューヒムカを変えるために。カサネも決めたんだろ？ええ、行くことにしたわ。月へ。そっか、ずいぶん距離は遠くなっちまうけど、それでも同じ世界にはいるんだもんな。私たちはいつだってみんな一人よ。でも一人だからつながれるんだって知ってるもの。どこにいてもそれは同じ。重ね、俺これからもここで生きるよ。